林郷駅は山形県南陽市竹原にある山形鉄道フラワー長井線の駅である。この駅は1913年の10月26日、国鉄長井警弁線の赤湯駅から東駅までの開通とともに開業する。当時は終着駅であったが、そのわずか1年ほど後の1914年11月15日に長井警弁線は東駅から長井駅まで延伸となり、 この駅は中間駅となった。1922年の9月2日には、軽便鉄道法の廃止により、長井軽便線が長井線に解消となったためこの駅も国鉄長井線の駅となり、その後1987年の4月1日には、国鉄の分割民営化に伴い、東日本旅客鉄道長井線の駅となった。1988年の10月25日に、 長井線は山形鉄道に転換されフラワー長井線となった。地上駅で短式ホーム一面一線の駅となっている。国鉄長井線時代に無人駅になっている。開業当初は終着駅で、元は島式ホーム一面二線を有していたが、その駅舎側の一線が撤去され、跡地は 土で埋められたために今はその名残として列車がホームに侵入する手前で線路が曲がっている。旧来からの駅舎は長井線では標準系のものであり、時庭駅や西大塚駅などにも同系のものがあったが今は撤去され、1999年に南洋市が建てたログハウス風の小さな待合所が現在の駅舎である。田園地帯の広がる 梨し地区に所在する。水田が広がる中にこの駅の周りのみ市役所の出張所や学校などが集まっており、林ん地区の玄関口となっている。当駅から南方向に300メートルほど進むと国道113号に出ることができる。いかには当駅付近の主要な施設等を列挙する。1日平均乗車人員は下記の通りである。ありがとうございます。